モンテネグロの鉄道もモンテネグロ鉄道の列車、モンテネグロ鉄道はモンテネグロの国営鉄道会社である。旅客、貨物輸送を主に機関車や車両、路線施設のメンテナンス、駅施設などの管理を行っている。他のヨーロッパ諸国のように上下分離方式は行われていない。営業距離は2 5 0トルで、そのうち1 6 2トルについては、 交流25ケッヘル50ヘルツの電化区間になっている。合計58キロメートルになる121箇所のトンネルと120箇所の橋梁、9箇所の地下区間、440箇所の暗渠が含まれる。基間は標準機である。モンテネグロ鉄道の路線網は、ベオグラードバール鉄道を基間としている。 1970年代終わりに完成した道路線は世界一高い橋梁として有名なマラリンエカ橋梁や 6.2km に及ぶ掃除なトンネルなどを特徴とする山岳路線である。モンテネグロ領内の3分の1はトンネルと橋梁の区間で占められている。前線電化が完成しているのはこの区間だけで、ポドゴリツァ・ニクシッチは現在電化が進められている。 1990年代は慢性的な資金不足により鉄道網の荒廃が進み安全性が損なわれてしまった。その結果、47名の死者を出すビオチェでの列車脱線事故が発生し、ベオグラードバール鉄道の再建工事が始められている。モンテネグロの鉄道は1908年に期間750ミリメートルの路線がバールビルパザル間30キロメートルで開通したのが、 最初である。その後、支線が肉湿地を起点に運行を開始した。ポドゴリツァ肉湿地間5 6 6トルは1948年に狂気鉄道として建設され、1965年に標準機に改良された。1992年より貨物船として使用されており、特に肉湿地で生産されたをポドゴリツァのアルミニウム工場へ輸送するために、 使われている。最高速度は時速 30km に制限されている。現在改良工事が行われ電化も進められており、2009年以降旅客輸送も開始される予定で、その際には最高速度75時速 100km へ引き上げられる。ポドゴリザと隣国アルバニアの都市、シュコドラを結ぶ路線はアルバニアの首都であるティラナまで伸びているが、現在は 数少ない貨物輸送のみである。アルバニア側は1997年に接続を要求していたが、接続が再開されたのは2002年のことであった。今後、路線の再整備が行われれば、旅客輸送が再開される見通しで注目される。かつて、狂気による路線が肉湿地からトレビニエを経由し、サラエボ、モスタル、クロアチアのプロチェまで伸びていた。 肉質地からこれらの区間の再建設の計画もある。2009年の決定では970万ユーロを投じて、鉄道インフラの近代内化が進められ、軌道の復旧に780万ユーロが、電化の推進に150万ユーロが、運行規制関連に25万7000ユーロが投じられる。ありがとうございます。